はい、皆さんこんにちは、カヨーマリノでございます。今日はですね、経営稽古と小室圭さん、またね改めて取り上げたいと思うんですが、先日のですね、ニューヨークバーエグザムですね、司法試験に、不合格になられたということで、皆さんもご存知の通りだと思います。でこれを機に、またですね、小室圭さんに対する報道っていうのかなりですね、上がってきているというところです。でそんな中、日本でですね、小室圭さんを、資金面で、支えていた奥野弁護士にですね、小室圭さんから不合格であった旨のですね、連絡があったということで、これで不合格だったということはまず間違いないということは分かってます。でそこで小室圭さんがですね、奥野弁護士に、自分は5点足りなかったんだという話をしたりとか、夜遅くまでですね、ニューヨークで働いているというような話をされていたということも報道であって、それを聞くにですね、小室圭さんってかなりですね、プライドが高いんじゃないかというのが推測されますよね。普通はですね、試験に落ちた人っていうのは、実際報告する場合はですね、皆さんですね、もう自分の実力足りなかったんだと潔くですね、報告する人が多い中で、5点足りなかったみたいな報告をする人って、自分はただ単に運が悪かっただけなんだとか、惜しかったんだというアピールをしたいだけですので、これはかなりプライドが高いというふうに普通に思います。で、それを受けて、不合格を受けてですね、小室圭さんの帰国はあるのかという話なんですが、これはまずないよねということです。であとビザの問題があるというふうに言われてるんですけれども、もうビザに関してはですね、その小室圭さん今ですね、学生の延長で、1年延長で行ってるっていう話もあるんですけど、別の説によればですね、もうすでに就労ビザ取っていて、それで普通にねいられるんじゃないかという話もあるので、もうビザに関しては確かめようがないのでね、これは分かりません。分からないんですけど、ただ一つ言えるのは、普通に帰国するっていうのはありえないんじゃないかなというふうに思います。で、ここからちょっと、本題といえば本題なんですけど、小室圭さんってそもそも弁護士になりたいのかという話があって、その小室圭さんって、元はといえばですね、三菱 UFJ の金融にいたんですよね。でそこから、パラリーガルになってですね、そして、ロースクールということになって、ロースクール行ってるという経歴があって、でこれは三菱 UFJ に普通に言おうと思えば入れたんですけれども、眞子さまの方からですね、海外での拠点を作ってほしいというふうに言われたのがきっかけで、パラリーガルになって、ロースクールまで行ってるわけですよ。だから小室圭さんから見ればですよ、眞子さまの言われた通りに自分はやっているんだという、もしかしたら気持ちを持ってるかもしれないっていうのはありますよね。結局小室圭さんは実際にですね、論文もですね、クラウドファンディングに関する論文書いたりとか、今やってる働いてるですね、仕事もその M&A に関する仕事であったりとか、スタートアップ支援、そういう系の仕事をやっぱり選んでいるところから見ると、本当に弁護士になりたいのかっていうのはすごく怪しいなと思っています。実際弁護士に合格したとしてもですね、ブラック企業並みの激務というのが待っていて、でアメリカの弁護士というのはもうこれタイムチャージでガンガン請求していくっていうスタイルですので、そこまでの度胸が小室圭さんにあるのかと言われると、これ私ちょっと怪しいなと思っています。でそうじゃなくて、実際にですね、有名な、コンサル会社とかコネあると思いますので、こういうところで働けばそれでいいんじゃないかというか、それで終わりになるんじゃないかっていう気もしてるんですよね。実際その眞子さまが日本にいたくなくて、アメリカというか海外に、拠点を作ってくれと小室圭さんにお願いして、小室圭さんはやっているだけなので、自分は言われた通りにやってるから、なんでここまで言われなきゃいけないんだみたいな気持ちも実際は多分もしかしたらあると私は見ていて、それは本人の心の問題なのでね、それは断定もできませんし、そうだとも言えないですけれども、そういう可能性もあるのかなと。だから私受かんないんじゃないかと思います。本人がなりたいと思わなければやっぱこんなの受かりませんから、やらされてるだけで、実際相当ね、疲弊しちゃってるんじゃないかとか、そんな感じにも最近は思えるなと思うんですけども、皆さんはどう思っていますでしょうか。ぜひ意見とかね、書いていただければと思います。眞子さまに関してはね、眞子さんに関しては結構大変ですよね。やっぱ日本でいたくないからってことで、自分は海外に行きたいからってことで小室圭さんにね、お願いをして拠点を作ってもらったというのもあり、だけど今ね、メトロポリタン美術館でインターンとしてね、いらっしゃると。で、そのメトロポリタン美術館というのはもう世界中からですね、博士号を持ったですね、すごく有名な優秀なですね、学生たちがボランティアでいいから働きたいと皆さんですね、志願する中で博士号を持っていない、そして
大した知識を持っていない小室眞子さんがですね、やっぱりインターンとして入るというのは非常にやっぱり非難も多いっていうのは、これも仕方ないことだと思うんですけれども、多いわけですよ。だからこのままやっていけるのかなとね、本当に思います。で、弁護士になってもこういったねタイムチャージでガンガン請求していくって、そういう社会でもありますから、なんか大丈夫なのかなと思いますけれども、まあ頑張ってください。はい、まあそんな感じで小室圭さんに関しては、まあ、7月また試験を受けるってことで、もう全然ね、日数もない、なんか日数もないのでね、また必然と取り上げることになろうかと思いますけれども、はい、また動きがあれば何かご紹介したいと思います。そんな感じで今日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。